ケニー・ロジャース、ケネス・スコット・ロジャース、ケネス・スコット・ロジャース、1964年11月10日帯は、メジャーリーグベースボールの元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ジョージア州サバンナ出身。ニックネームは、ザ・ギャンブラー。のドラフトで、テキサス・レンジャーズから39巡目に指名され入団。高校時代は、家の農場の手伝いなどで、 まともに野球に打ち込んだのは3年時の1年だけで、外野手だったが投手へ転向した。怪我などもあり、メジャーデビューはプロ入り8年目の4月6日。この年、リーグ3位の73試合に登板し、防御率は2.93。新人選手としては、メジャーサイトの登板数となった。4月9日に、メジャー初勝利を記録し、7月20日に、メジャー初セーブを記録した。 は、ジェフラッセルの故障により、6月以降クローザーとして起用され、チーム最多の69試合に登板し、15セーブを記録した。リリーフとして9勝、リーグ3位を挙げ、左投手としての球団記録となった。アリーグ最多の81試合に登板したが、2、先発投手に転向し、チーム最多の16勝を挙げ、防御率4.10、7月28日の、 カリフォルニア・エンゼルス戦で MLB 史上12人目の完全試合を達成。は、自己最多の17勝を記録し、ロジャース自身が持つ左投手としての球団記録を更新した。5月には4試合連続無失点に抑え、39回連続無失点を達成した。これは、チャーリー・ハフの36回連続無失点、1983年を上回る、 球団新記録となった。オールスターに初めて選出され、1回を2三振、無失点に抑えている。2、FA でニューヨークヤンキースと4年総額に0ドルで移籍した。シーズンは12勝8敗を記録し、防御率は4.68。ロジャースは初のポストシーズンとなった。四試合に登板し、防御率四点一四で全くの期待外れとなったが、 チームは18年ぶりにワールドシリーズを制覇した。は、開幕から不調で5月27日から6月15日に、かけての5試合の防御率は8.87、6月22日には4年ぶりに、リリーフとして登板した。8月5日に先発に復帰したが、この年の成績は6勝7敗、防御率5.65と1993年に、 先発転向後最悪の成績となった。一度怪我を隠して先発投板したため上通り監督の信頼を完全に失い、ポストシーズンでは投板機会がなかった。11月7日に1998年と1999年の年俸の半分をヤンキースが負担し、スコット・ブロシアスとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。はチーム最多の16勝。 防御率は3.17リーグ3位を記録し、8月20日には通算100勝を達成した。守備では MLB 最多の66捕殺を記録し、アリーグでは1977年にジェリー・ガービンが66捕殺で以来の多さである。7月23日にニューヨーク・メッツにトレードされ、2、レンジャーズに復帰。この年は13勝を挙げ、 ゴールドグラブ賞を4年連続で受賞中だったマイク、ムッシーナに代わり初受賞。よくは、怪我により7月17日の登板を最後にシーズンを終え、5勝7敗、防御率6.18の成績に終わった。は、チーム最多の13勝を挙げ、通算10回目の2桁勝利となった。は、ミネソタツインズへ移籍。1月14日に2年総額600万ドルで、 レンジャーズに復帰した。9回あたり6.85点、リーグ4位の打線の援護もあり、自己最多の18勝を挙げ、投手として、リーグ史上最高齢で3回目のゴールドグラブ賞を受賞した。は4月27日から6月17日にかけて9連勝し、その間に、球団史上3番目の長さとなる31回連続、無失点を達成している。 オールスターまでに10勝4敗、防御率2.54の成績を残し、3回目のオールスターに選出されたが、6月に地元テレビ局のカメラマンに暴行し、怪我を負わせたため、ブーイングを浴びた。それ以後の後半戦は4勝4敗、防御率4.72だった。から2年総額1600万ドルの契約で、タイガースに移籍。移籍してからは、若い投手のまとめ役。 相談役としてリーダーシップを発揮。苦手だったメディアとも積極的に付き合うようになった。6月18日に通算200勝を達成。40歳代で2度目の14勝以上を達成。MLB 史上10人目。チームは19年ぶりのリーグ優勝。2005年までのポストシーズンの成績は0勝3敗。防御率8.85と苦手にしていたが、 10月6日のヤンキースとのディビジョンシリーズ参戦を7回に3を無失点。ランディ・ジョンソンとの史上初の40歳大対決に完勝し、続くオークランドアスレチックスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦でも7回1、3を無失点に抑え勝ち投手となった。セントルイス・カージナルスとのワールドシリーズ第2戦では8回を無失点で勝ち投手となった。チームは 第5戦で敗退。ワールドチャンピオンになれなかったが、ポストシーズンで23イニング連続無失点を記録し、これを上回ったのは、クリスティマ・シューソン、1905年、27回連続、無失点しかいない。シーズン終了後 FA を宣言したが、代理人のスコット・ボラスを解雇し、自ら交渉し、1年800万ドルで残留。五月九日に十二回目の牽制で走者を、 アウトにし、マークラングストンを抜き、MLB 史上最多記録となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。